いたします。始めていきましょう。はい、皆さん寒い中集まっていただきましてありがとうございます。はい、じゃあそろそろ始めていきますからね。じゃあそろそろおこた出てもらっていいですかね。あ、すいません。はい、おこたでございます、ね、はい、はい、おこた出てもらっていいですか。ほら、皆さん寒い中集まっていただいてるからね。はい、頑張っていきましょう。よいしょ。はい、じゃあしっかり前向いて、ん、はい、そうですね。はい、それでは皆様集まっていただきましてありがとうございます。まずはご挨拶、新年明けましておめでとうございます。はい、お利口さん素晴らしい。はい、じゃあ座ってください。さあ、お猿さんっていうのは1000年以上も前から厄が猿、災いが猿と言われておりまして、とても縁起物でございますので、今日この子の芸を見ていただいて、今年1年何事もなく楽しく過ごしていただけるように精一杯頑張っていきますので、最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは自己紹介です。私たち日光猿軍団劇場からやってきました。頑張ってくれるお猿さんの名前、ゆうくんと言いまして、8歳の男の子です。人間の年で24歳。もう今一番プライドの高い猿でございますが、ぜひ名前だけでも覚えて帰ってあげてください。はい、それでは本日ミカ&ユウがお相手をさせていただきます。最後まで一生懸命頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お辞儀しながら何か拾って食べないようにだけお願いしますね、あなたは。はい、ちょっとね、人数の割には拍手が小さいとやる気を起こさない猿でございますので、なるべく大きめの拍手をよろしくお願いしますね。皆さんの拍手あるかないかだけでやる気の態度を変えてきますので、はい、態度変わりやすいですからね。はい、何か芸をしたら拍手での応援よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは顔見せのご挨拶もあり、近くを通る場合がございますが、絶対に手は出さないようにだけお気をつけください。はい、こんにちは、よろしくお願いします。もう一周行きますね、もう一周行きましょう。はい、こんにちは、よかったらどうぞ座ってみていてくださいね。はい、こんにちは。なんでちょっとだけ端折ってくるかな、あんたお兄さんたち座っていただいてるのにまあいいでしょう。すいません、もうちょっと感動とかリアクションみたいなの何かいただけないですかね。今猿の世界で一番難しい芸始まってます。皆さん気づいてます？一番難しい芸、二足歩行ですよ。ちょっとゆうくん、残念なお知らせです。あなたのこと猿って気づいてる方がそんなにいなかったみたいですから、普段どうやって歩いてるか皆さんに教えてあげて、猿の歩き方。嘘嘘違う違う違う、手つい、いや足引きずってないわ、違うわ。あ、そう、それそれね。はい、四足歩行ね、これが本来、あ、今拍手いらないです、これただの猿ですから。はいね、はい、こうやって歩いてた子がですよ、1年かけて毎日練習したんです。さあ、それでは行きましょう。全集中、お猿の呼吸、一の方、立って歩けるようになりました。いかがでしょうかね、この立派な二足歩行、最近のお客様レベル高いですね。お猿さんが立ったぐらいじゃ全く驚いていただけないんですけれども、山でこういう猿見たら絶対びっくりすると思うので、で立つのも芸です。忘れてあげないようにだけお願いいたしますね。はい、じゃあそれではジャンプぐらい行ってみたいと思います。走り高跳び、もう飛んだり跳ねたり盛り上がりますので、しっかり頑張ってもらいましょう。バーを落とさずに飛び越えていくんですが、ただ飛ぶだけではございません。飛んだ後の着地しっかり見といてくださいね。それでは行きます。1段目、前転ね、おお、いいリアクション来ましたね、ありがとうございます。飛び込み前転やっていきたいと思います。さあ、バーを上げて2段目、ゆちゃん助走取って、ゆちゃん助走取って、助走、はい。さあ、ゆうくんの身長の高さになりました。自分の身長です。さあ、行くよ、はい、どうした、ゆう
勢いつけて、ゴッ、いいよー、しよしよし、ナイスジャンプ。はい、さあそれではいよいよ一番高いところ行ってみましょう。3段目ね、これどれだけ高いか、もう皆さん遠くで見てるからなんとなく見比べるとね、あ、これぐらい高いかなって思うでしょ。こんなもんじゃないんです、実際の高さ。バーの下でよーく見るとほら約2倍、ね、すごいでしょ、2倍ね。これそんなに受けてないわそこまで受けてないよくこれ、ね、あのここで笑っとかないと他で笑うとこ一切ないんでね、はい、申し訳ありません。冗談ここまでにしときましょう。はい、立って、はい、身長を超えた高さ、これだけでも本当に難しいんですけど、もうたくさんの方に寒い中応援していただいているということで、張り切って頑張っていきたいと思います。ここで行っちゃいます。一人だけって驚いていただいて、後の方はあー飛べるんだねって冷静に見てる感じ冷静に見ちゃダメですよ、本当に冗談抜きでね、2倍の高さになってますので、身長の2倍ですからかなり難しいので、どうか成功できることだけを祈っててあげてください。さあこれ成功したら次メインの芸行ってみたいと思います。一発成功目指して頑張りましょう。集中して、ちょっとさっきね失敗しちゃってできなかったから頑張ってよ、集中してよ、言う、そうや、そんな猿みたいな顔しないね。さあそれでは行きましょう、オープニング。成功したら大きな拍手お願いします。オッケー、いいでしょう、一発大成功。さあこの調子でゆくの得意芸行ってみたいと思います。得意芸、ジャンプ芸もすごいんですけど、バランス芸がこの子は得意。それでは行きます、拍手のタイミング、今お願いいたします。さあゆっくりではございますが、皆様の前を歩いていきますね。さあくるっと方向を変えて、そうだ、さあこんなもんではございません、レベルアップ。そうだそうだ、頑張れ頑張れ、まだまだ立つ。そう、さあ今年1年皆様が上り調子でありますように願いを込めて、登っていきます。皆様の応援が彼の力に変わりますので、たくさんの応援よろしくお願いいたします。見どころ、頑張れ、そう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 、ラスト1段、よーしよしよしよし、これも一発で決めた。拍手に応えて、3、2、1、バク転、やりきった感満載OK でしょう。さあそれではいよいよラストパフォーマンス行ってみたいと思います。これは本当に見て帰っていただきたい。猿回し業界、今からやる芸、私たちだけしかやってないので、どうか最後までの温かい応援よろしくお願いいたします。ただここで一つだけ皆様に大切なお願いをさせてください。我々伝統芸能猿回し、こうやって皆様の前で一生懸命頑張ることができるのは、本当に皆様からの温かいご声援、そしてご理解のあるご祝儀のおかげで成り立っております。温かい拍手ありがとうございます。最後芸が終わったら、ゆうくんと一緒にザルを持ってお伺いいたしますので、ゆうくんすごかったね、頑張ってたね、思っていただいた分をどうか4つに折りたたんで、もう笑える方だけ笑っていただいて、ね、どうかお年玉大奮発よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではラストパフォーマンス、気合だけ入れときますね。もう最後は猿の本領発揮です。もうこんなもん着てたらね、できるわけねえんだよこの野郎、やろうつってめっちゃいい脱ぎっぷりじゃないの、寒寒すげえ寒そうですね本当に抜いたら寒いやろ、寒くないの、寒いな受けてんのあの子だけだよ本当にね、頑張って。はい、じゃあゆうちゃん行こう、準備して、さあそれでは行きましょう、ラスト、ゆう、どんな芸かは見てのお楽しみです。
前向いてよ。パッツ。あ、すいません、見とれるのもわかるんですが、どうか拍手での応援を必要以上にお願いいたします。さあ、最後まで応援していただいた皆様に感謝の気持ちを込めて、もう一踏ん張り、逆立ち、3、2、1、家足を蹴入れしょう。ありがとうございました。最後まで頑張ったゆうくんに盛大に大きな拍手を送ってあげてください。よく頑張ったお利口さんでした。はい、お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、それではですね、お帰りの前にお会計タイムとなりますので、どうか温かいお気持ちよろしくお願いいたします。そして1000円500円と入れていただいた方にゆうくんの手形が入ったお守りプレゼントしておりますので、ぜひこちらお持ち帰りください。はい、本当に寒い中最後までありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、ゆうちゃん一緒に行きますよ、一緒に行きますよ。はい、まあ大奮発、本当にありがとうございます。どうぞお持ち帰りください。ありがとうございました。ありがとうございます。